ピアノと読み声、モネのお話クラシック、ラヴェル作曲、マメールロワ。むかしむかし、深い森の中のお城に王女様が生まれました。王女様の名前はフロリーヌ。待ちに待った王女の誕生に王様とお妃様は大変喜び、お城で盛大なお祝いのパーティーを開きました。国中の人々が集まり、森の妖精たちもみんな招待されましたが、悪い妖精だけは招待されませんでした。悪い妖精はとても怒り、突然お城にやってきてこう言ったのです。フロリーヌ姫は16歳の誕生日に糸紡ぎの針で指を刺して死ぬだろう。なんと恐ろしい呪いの言葉。しかしいい妖精がすぐに言い直しました。いいえ、姫は死にません。その代わり100年の眠りにつくでしょう。こうしてフロリーヌ姫は予言通り16歳になった日、指に糸紡ぎの針を刺してしまい、100年の眠りについたのです。フロリーヌ姫は長い長い夢を見ています。最初の夢に出てきたのは深い森にある木こりの家。木こりの夫婦には7人の子供がいましたが、一番下の子は親指くらいの大きさしかなかったので、親指小僧と呼ばれていました。木こりの夫婦はとても貧しく、7人の子供たちに満足な食べ物を与える余裕もなく、泣く泣く親指小僧を森の中に置き去りにして帰ってきてしまいました。でも頭のいい親指小僧はパンくずを歩いてきた道々に順番に撒いてきたのです。パンくずをたどれば家に帰れるさ。一粒ずつ拾って食べながら帰ろうとする親指小僧。しかしなんと途中からパンくずが小鳥に全部食べられてなくなっているではありませんか。哀れ親指小僧は森の中をさまよい続けるのでした。
ロリーヌ姫はまだ夢の中です。ここはどこか別の国、レドロネットという女王が住んでいました。レドロネットは悪い妖精の呪いによってとても恐ろしい顔に変えられていましたが、心はとてもきれいでした。ある日、レドロネットが森を散歩していると、不気味な緑の蛇に出会いました。蛇は女王に一目惚れ、どこまでも追いかけてきます。レドロネットは走って、ボートに乗って海に逃げたものの、嵐が来てボートが沈んでしまいました。ふと、レドロネットが気がつくと、そこは不思議なお城。お城の奥の部屋にはピカピカの陶器でできたお風呂があります。レドロネットが服を脱いでお風呂に入ると、陶器でできた中国の人形たちが楽器を持ってやってきました。レドロネット女王様、ご安心ください。ここはあなたのお城です。私たちは女王様のお世話をするよう仰せつかっております。そう言うと、中国の人形たちはアジア風の音楽を奏で始めるのでした。Thank you.
姫が見た次の夢は、美女と野獣の物語。魔法によって野獣に姿を変えられてしまった王子様が、美しい娘の誠の愛のおかげで人間に戻るというお話です。美女は軽やかなメロディーが表し、野獣は不気味な低音によって表されます。二人を表す二つの音色が楽しそうに会話します。そしてふっと魔法が解け、野獣は王子に戻って娘と結ばれるのでした。フロリーヌ姫が眠っている城に、隣の国から王子がやってきました。森の城に眠る美女の噂を聞いて、いても立ってもいられなくなったのです。王子は蜘蛛の巣や茨をかき分けて、城の中へと入っていきました。すると、階段の奥のそのまた奥の小さな部屋にお姫様が眠っていました。なんて美しいんだろう。王子が思わずお姫様にキスをすると、お姫様の頬はみるみるピンク色に染まり、まぶたがゆっくりと開きました。熱く見つめ合うフロリーヌ姫と王子。やがて
お城に明るい光が差し込み、すべてのものが目を覚ましました。Thank you.